前科三般の893番黒木太郎です。本日のお話は、暴力団と言われる組織にいる人たちは刑務所に行くことを厭わない。要はそれは兄貴分組長組織のためならそれは刑務所に行くこともやむなしという考え方です。だからやりっぱなしのことをしてやりたい放題の泥棒や強盗して刑務所に行くから俺ヤクザではないんですよ。それは抗争事件、敵対する組織との暴力沙汰、賭博行為、あるいはみかじめのことで逮捕されることは仕方がなし、それで刑務所に行くことも仕方なしという一般論は別としてですよ。それだからヤクザたるゆえんなわけですよ。それだから皆さんは怖いわけですね。刑務所に行くのが怖いから皆さんヤクザの、いやヤクザなんか人数がいるだけで大したことないって言うけど、実際は刑務所に行く覚悟で敵の人がそれがいくら強い かろうが何だろうがもう負けない、勝つまで行くわけだからそれが嫌なわけでしょ。そういう戦法を取ってるわけなんで、そういう生き方をさせられちゃってるんで、もうやむなし。そこがやっぱり脅威にあるから、脅威に思わせることができるから飯が食っていけれるっていうことなんですね。少ないパイの中で取り合っていくっていうことですよね。暴力団同士のいざこざがあっても先立ってもねありましたけど、そこで引いていてはもう、いや何人その刑務所に行く覚悟で、だけどそれみんな行ってしまえば潰れてしまう、そこのバランスでどこで手を打つかっていうことなんですが、